実写があって、オリジナルがある。それが、ホットウィールミニカーの魅力ですよね。そんな魅力あふれるホットウィール、その中から、オリジナルのような実写モデルを、今回がご紹介いたします。それがこちらのホットウィール、ブールバードシリーズから登場している、フォルクスワーゲン、バハバグです。ご覧の通り、フォルクスワーゲンタイプ1、通称ビートルをベースに、バハレースなどのオフロードレースで活躍するカスタムを加えたマシンになります。バハバグのバハは、バハカルフォルニアに名前の由来を持ちます。いわゆる地名なんですね。半島の名前です。で、バグは、レースのカテゴリを指すバグという説と、バギーの略称でバグという意味説、ビートルイコール虫、つまりバグという説があるようですね。でもってこのバハバグは、フォルクスワーゲンタイプ1のビートルをカスタムしたマシンを指します。フォルクスワーゲンが発売したモデルではなく、カスタムカーということですね。ビートルのユニークなボディに、ビッグなオフロードタイヤがユニークで、とても可愛いです。しかし、その可愛さとは裏腹に、ボディ後方に据えたエンジンがとても迫力があります。そんなユニークなバハバグを、ホットウィールのブールバードシリーズとして、ラインナップしたのがこのモデルで、メタルボディとメタルシャシーを採用した、メタルメタルかつ、リアルライダーで迫力あるタイヤを再現しています。やはり高いだけあって、質感が非常に良く、美しい塗装がとても素晴らしいです。特にモチーフはなさそうですが、丸っこいボディのキャラクターを活かすデザインになっていると思います。写真ではわかりにくいですが、高級感あるパールカラーで、ほんのりと黄色がかっています。ボディデザインについては非常に真面目に設計されていて、妥協なくしっかりと造形されています。フロントの目立つ部分に、それなりに目立つパーキングラインが来ているのが非常に残念です。以前にも言いましたが、ここまで出来がいいと、やはり気になるポイントになってきます。捨てたい的によそのなるさがあったり、出来が悪かったり、もっさりしていれば、あまり気にならなくなるのですが、ズバリ言ってとても出来がいいので目立ってしまいます。もちろん、工場もパーキングラインに対して最大限の処理を施しているのがわかるだけに気になってしまいます。メタル製ボディの出来の良さに対して、シャシーもメタルでナイスなで気になっています。フロントバンパーとリアのエンジンガードまで担当していて、マットな塗装で仕上がっていています。重量感といい、質感といい、最高のバランスです。元の素材であるビートルの魅力をゴリゴリに引き出したバハバグを、丁寧にミニカーに仕立て上げたホットウィールのデザインチームの素晴らしい仕事の集大成が、最高の形で結合している素晴らしい製品です。ちなみに、正面から見たとき、どう見ても笑っているように見えるのが可愛いですね。さらにバンパーガードの存在が、まるでアメフトのヘルメットみたいでとてもユニークです。あとわがままを言うならば、リアのエンジンもできればメタル製であったら嬉しかったですね。あと、後ろ席にどんと伸びるか、締め用の柱が気にならないわけでもないのが悩ましいところです。ホットウィールブールバードをはじめとする、サイドラインはそれなりの価格だけあって、満足度の高い、高品質な製品が多いのですが、ホットウィールの基本はやはりメインラインにあると思うんですよね。とはいえ、やはり気に入った車両がサイドラインに入った時は迷わずにコレクションしていきたいですね。基本的には、同じ車両であっても、完全新規金型で製造されており、メインラインの工場がマレーシアであるのに対して、サイドラインはタイの工場であることが多いです。
もちろん、パッケージも新規イラストで用意され、コレクター魂をこちょこちょとくすぐってきます。ただ、人気のアイテムは開店と同時になくなるのに対して、不人気車両は半年後くらいに、結構ショッキングな価格になることもあるので、注意が必要です。結構精神的に響きますからね。最後まで見てくれてありがとうございます。またよろしくお願いしますです。またねー。バイバイ。